28から59ということは約30年間、31年間で25勝のほど戦勝までしていたのがすごい。で、その方は本当に、まあ、ある意味で素晴らしい、ある意味ではちょっと行き過ぎなんですけど、医者として私、自分を学ぶことがたくさん、まず朝起きたら病院だけです。それで外来を200人ですとか、で昼飯も食べずに20ぐらいまでかかって200人かって見てます。でその後そこにある学生食堂と内臓の大きな病院に職員食堂、そこで定食みたいな。でその後シュートに行くわけですね。もう昼ご飯は30分ぐらいかかって、シュートをずっと行って、でシュートが終わるのが大体8時とかそのくらいになって、でその後の院長会議で、当時のその病院が麻酔科がちょっと行きたくないという、もう一つの理由は今でいう老人病院でもあったと。もう1000床あるんで、救急病棟もあれば老人病棟もあって、まあ中間の普通の病気の人の住んでいる患者さんもいるけども、まあ総合病院、ある意味での総合病院ですね。今も病院というものが分化されていて、救急ばっかりを見る、例えば神戸中央市民病院とか、そういう病院と、まあ、もう少し慢性期を見るもう少し小さい病院とかというのが分かれてきてるんですが、その当時はそういうことはなかったんですね。で、その救急、慢性の病棟の中にはもう一生そこにおるということで、かつては入院の時期の規制がなかったので、住民票も移してしまってる人もいるんですよ。すごい部分でした。ただまあ、高知という年柄もありまして、ちょうどその時に皆さん覚えていらっしゃるかどうか知らないけど、豪遊会という暴力団の高校が顔を通してたんですよ。でその関係で非常に高知の夜の街が見られてまして、まあ、ドンパチが飛ぶような、ですから私がもう一つの私の歩けるのは銃装ですね。銃によるハルオキャットなんですね。もう今の先生、おそらく中東なんかはもう見ることないと思うんです。米軍の横須賀にある米軍病院とかにレジェンドに行った人は見てるでしょうけど、結構重装から使わなくなるとか、そういうものを見ながら今日はですね。